すでに何ちょ、え、何二人誰ちょっと誰ちょっと待って待って待って。何ちょ、外人風。なんかちょっとここのとこ私、回避率高い気がする。よくない？いい感じじゃない？え、めっちゃいい感じじゃない？嬉しい。はい、ということで、え、さっきのあのジェットコースターのはもうあの一回で終わりかな？うんうん。このえ、なに？倒れてるよ？誰？たけし？さっきまでおらんかったやん。なに？なに？青に連れてきた、なんか。おーい。そしてそこの白いのが気になる。たけし！たけし、え？マジで？息をしていない。そんな。え？死ぬの？ちょっと待って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 、誰？何？多い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 、増えた増えた増えた。何これ、ドアの鍵が閉められた。どうにかして逃げないと。どうするんだどうするんだ。白、はい、黒色の置物が見える。見えるよ、白いのは。ちょっととりあえずあの化け物と関係してるのか。え、何、どうすればいいのこれ。ちょっと待って、とりあえずなんか動き的には遅いけど、え、これどうしたらいいの。遅いね。うんうん。これは何、どうするの。この置物とても嫌な感じがする。ハンマーで壊しそうですが、本当に壊すか迷いますね。本当に壊そう。ハンマーを振り下ろした。黒い置物は壊れた。あ、止まった。え、なに、早い。え、待って、怖い。なに、何が起きた、どういう状態になった、いまいちわからないんだけど。壊して一瞬だけ止まったけど。はい。じゃあこっちも本当に壊そう。白い置物は壊れた。え、なに、怖い。ん？なんか背中にカウントダウンみたいなの書いてあった、もしかして。わからない。はい、これも壊そう。本当に壊す。ハンマーを振り下ろした。なに？化け物たちが姿を消していった。あ、助かった。たけし。何か落ちてる。さっきの化け物が落としたのだろうか。もしかしたらさ、ちょっと思ったんやけどさ、あの背中に書いとったように見えたのって、カウントダウンじゃなくって壊す順番とかかな。たまたまあった。たまたま正解した？もしや。古びた鍵を手に入れた。適当に押したんやけどよかった。さっきの化け物が落としたのだろうか。この鍵は、もしかするとこの鍵であの少女の扉が開くかもしれない。あ、マジで？一番最初のあの？まさかの、なんでそこに繋がった？なんでそう思った？この施設と思わん普通。洞窟へ行ってみましょう。あー、やっとこれで少女救われる。あー、無事でよかった。ええ、遅くなりすみません。まだ娘さんは。てかさ、このおばちゃん最強じゃね？一人でずっとこの場所におってさ、青鬼に何もされてない。絶対この場所通ると思うんやけど、普通に。はい、中にいるはずです。この鍵が使えるかもしれないと思い戻ってきました。よかった。本当にありがとうございます。他の鍵ではなぜそう思わなかったのかが疑問だけれど。疑問すぎるけれど。娘を見つけてあげてください。アイナは古びた鍵を少女の母親に渡した。あ、私が開けるわけじゃないのね。これは、え？これは鍵穴と形が違うわね。お寺で使われている鍵に似ているわ。寺ですか。地図に寺院がありました。また新たな場所に行かされる。辛い。そこに何か手がかりがあるかもしれません。とにかく助けを呼ぶことができれば。もう少しだけ待っていてください。もう何も言わない。孤児院。入り口へ。さあどうなるか。やだなぁ。めっちゃ嫌なんやけど雰囲気。もうあのさ、和とホラーってめっちゃ嫌なんよね。超絶怖くない？洋より怖いよね、確実に。古びた鍵を使って扉を開けた。よくそんなね、入っていけるな。荷物がだいぶ増えてきましたね。持ち物を整理しておきましょう。アイナは荷物を整理して不要なものを捨てた。そして自分一人で不要と判断できる、その判断力もすごいけど、間違えた。この先必要かもしれんやんね。それ施設の鍵とかやったらいらんと思うけど。はい、それじゃあ、セーブ。はい、オッケー。ん？これは？もうなんか、空中からなんか落ちてきそう。
ああ、もうすでに何か出てきそう。この掛け軸なんもない。真ん中に行けんってことはないんかな。ああ、辛い。すでに何、ちょ、ええー、何二人誰、ちょっと誰、ちょっと待って待って待って。何、ちょ、外人風。誰やねん、ちょっと。あれな、ブルーベリー色のおかっぱ巨人に追いつかれてしまった。何おかっぱ巨人、ちょっと。ふざけっとも。待って、思うんやけどさ、確率リアオにちょっと笑かしに来てるよね。え、待って、普通に怖いだけよりいいけどさ。いいけどさ。なんなん、誰なん、君ら。逃げれる場所がちょっと知りたいんやけど、どう行けばいいかな。こっちにまっすぐ行ったら大丈夫？あ、出てこんねん。こっちはいけない。あ、こなんか必要そうな感じする。ここは？ん？これ何？ん？鍵がかかっている。これ何？何もできんねんけど、これ何？灰皿とかじゃないよね。何が置かれてあるのか全くわかんないんだけど。多分あれ左側に行ったら出てくるんやね。青鬼が。これ何？扉？扉かな。お、靴を手に入れた。誰の？しかも、片方？片方なの？はい、それじゃあセーブ。OK。男物かな？女物かな？そこからわからんけど。何これ？閃光盾。閃光盾がある。え、なんか不気味。お線香はあそこに持っていかんといかんってことかな。ここもなんか多分入力せんといかん。鍵がかかっている。ですよね。ってことはこっちか。ってことはこっちに多分。あー、来た来た来た。どこから現れるね。待って、はい。もうここしか隠れるとこない。行き止まりやし。マジか。はい、来た。でもさ、これ、二人も青におるんやったらさ、絶対手分けして片方開けるやろ。二人おるのにさ、二人とも一緒に探したりとか、どっちもこれ開けんとかある？まあ、そのね、青鬼の知能指数がどんなものかわからんけども、ん？なんて？炎が燃え盛っている。わかるよ。これも調べれるんやね、一応。ふんふんふん。別に特に何もない。あ、ちょっと一回ちゃんと逃げれたけん、セーブしとこう。何かできたごとにちゃんとセーブをしておこう。はい。OK。そして、右側が見れてないよね、多分。あ、ここに扉がある。見えにくいな。ん？ここ入ったね。ここ入ったね。あれ？なんだ？え、行ける場所なくない？え、他なんか行ける場所ある？ないよね。え、どこ？この辺なんか行けるとことか。え？ないけど。これは何？なんか調べることもできんのよね。え？ちょっと本当に意味がわからないんだけど。この閃光盾は。え？閃光とか持ってないし、私。この靴はどこで使うの？靴裏に違和感を感じる？どういうこと？ここでは使えない。靴裏に違和感？何をどうすればいいの？何をどうすればいいのよ、靴裏に違和感とか言われても。あれってなんかそれ、本体だけ調べれるんやっけ？ちょっと待ってね。靴裏に違和感。ん？なんもでき、ああった！何これ？見ただけでよく靴裏に違和感感じれるね。ちょっと待って、これ、あ、じゃこれで何？プラスドライバーに付け替えて、で、なんか、靴裏、これプラスよね。OK。で、プラスドライバーを、靴裏ネジを外す。靴裏ネジで固定されたものを取り出した。あ、中でなんか固定されとんや。あ、なるほどね。そういうこと。あ、カードキーを手に入れた。靴の中に。あ、じゃあこれでここ、進んでいけるわけや。なるほど。はい、オッケー。
はい。オッケー、オッケー。さあ、これで、これで正面の部屋に入っていける。はい、カードキー。いやー、もうなんかね、もうなんか、青鬼が多様すぎて、多様化すぎて、なんかすごいな。どんだけ種類おるみたいな。どこからの扉が開けられそうだ。ここでしょう。カードキーを機械に通した。ドアのロックが解除された。行こう。もう和風というだけでどこもかしこも不気味だわ。本来ならね、めっちゃいい感じの建物やろうに。くそ。ほい、そして。なんかあの掛け軸さ、最初に、最初の部屋の掛け軸より、ちょっと待って、舌が回ってない。最初の部屋の掛け軸よりさ、なんかちょっと早い。ちょっと待って、めっちゃ早くないこいつ。しかし、ここに来るのは遅いっていう、どういうスピードや。どういう仕組みや。わからんぞ、ちょっと。来た。いや、普通、開けん？確実に開けるやろ。怖すぎやろ、普通に。え、だって、どんどんってやって、叩き返すわけなくない？トイレじゃないんやけん。青鬼はそこまでの脳はないということなんかな？いやー、ちょっとねー、怖いわ。あれで、ちょっとでもガタってなったりとかしたら、見つかるっていうことなんやね、きっと。はい、じゃあ動いていきましょう。あの掛け軸が怪しいと思うんやけど、掛け軸が言えてない。あの掛け軸が怪しいと思うよね。掛け軸自体まさかの、温骨シーン。掛け軸を手に入れた。うん、いいね。とりあえず、セーブしとこう。進む前にちょっと怖いけん。はい。OK。はい、進んでいきます。ほい。あれ？いけんの？この先。あれ？押し入れ？これもしかして。あれ？あれ？押し入れ？え、この掛け軸どうするの？一番最初の部屋のところに重ねておくとかそういうこと？掛け軸。あ、筒部分が取れそう。あ、なるほど。そういうこと。どっち？こっち？こっち？お、取れた。取れたけど、あ、これを、びっくりした。筒を手に入れた。ふん。なんかさ、あそこに差し込んでガチャって開けて、ん？ガチャって引いたりとかして開けるってことかな？扉を。なんか私が灰皿とか言ったとこ。灰皿なわけ。はい。よし、行こう。さあ、これで。行くぜ。待って。もう一回しよった。どんだけ念入りやねん。どこやったっけ、あれ。ここか。てかもう、ここに来てさ、そんなに立ってないのにさ、もうすでに、だいぶわらわら出てきとるけんね、青に。ここじゃない？多分。ここぐらいしか思い浮かばないよ。この筒、そこが空洞だな。これ多分刺せる。使えんやん。え、ちょっと待って、どういうこと？筒の底が空洞？ん？筒の底が空洞？待って、どういうこと？筒の底が空洞っていうのは？この筒、底が空洞だな。あ！何？なんか入れた。え、なんかろうそくみたいになったよ。ねえ、なったよね。え、そんなもん持っとったっけ？え、ちょっと待って、どういうこと？持っとった、そんなの。ん？ちょっと私には理解が追いつかないよ。とりあえず、これを先行立てに立てるんじゃないかな、と思った、私。はい。なんか知らんけど、どこかしらからろうそく出てきたけん。あ、なるほど、こっちじゃないのか。
ろうそく立てどこやった、こっち。ええー、ちょっと待って、来た。しかし、ここでちょっと、こいつ詰まるはずやけん。お願い、詰まって。ああ、来たよ、ちょっと。あ、これ確実にダメなやつやん。はい、見つかったー。もう一気に開けてくれ。ああ、ダメだー。いや、ブルーベリー色の巨人に追いつかれてしまった。ここに来て普通の青人捕まる。くっそー。なんや。そっか、そこから出てくるんか。オッケー、行きます。とりあえず、はい、来いや。今夜ないかーい。で、ここの先行立てに多分、さっきのね。あれ？ん？どういうこと？これで立てたんでいいんかな？使用する。ここでは使えないよ。あ、待って、あれか。火をつけてからってことかな。じゃあ、燃え盛る炎のところで、火をつければ、よろしいのかしら。どこやったっけ？あれ？燃え盛る炎どこやった？ちょっと。こっち？あ、あった。燃え盛る炎、はい。じゃあ、ここで、火をつけます。筒の中の導火線に火がついた。小さな破裂音とともに何か出てきた。赤い部品を手に入れた。何これ、思っとった展開と違うんやけど。何この赤い部品。ピエロの花？あ、これスイッチかな。これこそ、さっきのね。あれよ。灰皿みたいなところに、入れるものだわ。はい。じゃあ、これで、いきます。進んで、いきます。行くぜ。ちょっと待って、全然行けてない。行くぜ。そしてそろそろ、出てきそうな気が、しなくもない。こっちじゃなかった。全くこっちじゃなかったぞ、こっちだ。多分ここボタンや、ボタン。よし。じゃあこれを、つけてく。どこかのスイッチのようだ。はい、これでしょう。赤い部品は、スイッチの部品だったようだ。土台に取り付けてスイッチを押した。ん？押した？押したの？ねえ、押したの？ちょっと待ってね。なんか特に何も起こったような感じがしないんだけど。え、どうなった？押して扉が開いたの？扉が開くような音が聞こえたみたいなのいつもなるやん。なんで今ならんかった？関係ないんかな、ここの扉。扉の横にあるのに。開いたー。開いた。しかもなんか落ちてるー。はい。あ、線香や。線香を手に入れた。来たよ、線香。そして多分この先にはまだ進めない。まだここの暗号をね、手に入れてないけん。とりあえず線香を備えに行こうか。これも火つけに行かんといかんのかな、やっぱり。はい。セーブ。はい、それじゃあ、まず火をつけに行きましょうか。よし、行くぜー。よいしょ。とりあえずこっちに行って、火を拝借します。アイテム、線香、着火剤付きのようだ。着火剤ついとんかい。マジか。やったらもうまっすぐ、その線香を備えるところに行けばいいわけだね。待って。はい。待ってきたんですけど、いや、行き止まり。ちょっと待って。マジか。今回この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。
また次回の動画でお会いしましょう。またねー。